ジャニーズですね。ジャニー北川氏、まあ、亡くなりましたがですね、この人がもうむちゃくちゃなことをしてたということが調査結果ですね、発表で明らかになりました。そしてテレビ局もですね、それを知っててジャニーズのタレントを使ったということで、それはとんでもないことだということで70ページにわたる報告書が出たようなんですが、僕もまあそれ読んでないですけど、 YouTube でいろんな人が解説してるんで見ました。そしてですね、このジャニーズ事務所、もう実質上ジャニーズ事務所ぶっ壊れてますね、これで完全にね。あとまあね、今文春でいろいろと叩かれてますが、官房副長官の木原誠二さん、そして今日なんかガタガタしてきましたけど参政党ね、で、あとはもちろん NHK もテレビ朝日もぶっ壊してるのは誰か、実はこの立花孝志じゃないですか。僕がやってきてるんですよ。まあもちろん僕一人でやったっていうつもりは全くありません。ただ先を見て先を見てやってきてるんですね。でそこについて日頃僕自分のこれやりました、僕すごいでしょってやらないんですが、まあ、たまにはね俺がやったよっていうのを皆さんに知ってもらおうということで、ジャニーズ事務所の問題ね、これまでもういろんな都市伝説がありました。ジャニー北川は少年に対して、男の子たちに対しておっさんがね性的虐待してるんじゃないか、そんなことを噂でありましたが、これを実は暴いたのは NHK から国民を守る党なんです。これ4月に実はやっていますので、当時の名前はね政治家女子48党でしたけども、まあ今はまあ代表権争ってますが、実は NHK の政見放送でジャニー北川氏のこの少年に対する性虐待を放送したのは私がプロデュースしてやったんです。証拠があります、どうぞご覧ください。放送します。こうです。小選挙区補欠選挙、千葉県第5区政治家女子48党の政見放送です。この政見放送は政治家女子48党が自ら制作して提出したものをそのまま放送します。ジャニーズには全て学んだんで、最初のが感謝もすごいですし、まあ、全てを学んだ本当に親みたいなものでもあるんで、ジャニーズさんとかは性的なことは嫌だったけど感謝はすごいあるから、なかなかだからそのちょっと違うんですよね、多分感覚が。そうカメラの前で話すのは元ジャニーズジュニアのカウアン・オカモトさん。カウアンさんは昨年11月13日自身の YouTube 配信でジャニー北川氏による性虐待の実態を告発、自身が受けた性被害について話しました。こういう証拠をですねご覧いただいてですね、これ今年の4月に NHK で僕が流させたんですよね。ほとんどの人知らないと思うんですが、このジャニー北川が子供たちに性虐待をしてたっていうことをですね、まあこれ週刊誌とかいろいろ出てました。もちろん週刊文春が今から20年以上前かな、20数年前にもやってるんですが、これを拡散させていったのは今ね交渉に入っているガーシーですよ。去年その2月に彗星のごとく現れてきた暴露系 YouTuber ガーシー、ガーシーはジャニー北川が男の子たちに性虐待をしてるっていうことをですね、カウアン岡本くんに昨年の11月かな10月かな、もう直接聞いて YouTube でやってるんですよ。それでも効果がないからカウアン岡本くんが僕ところにね、まあ来たっていうか、たまたま会ってカウアンくんとこれ政見放送でやってみないかと、 NHK の放送でね、カウアン岡本くんがねジャニー北川さんにあそこ舐められたというようなことを言うとですね、これは馬鹿するだろうということでやったのがこれ今年の4月なんですよ。外国人特派員協会でいろいろと喋ったりですね、彼は別にそういうことをして目立とうとする人じゃないんですよ。でもガーシーがうまく聞き出して、僕がそれに、まあ、社会に役に立つことだから、またこういう被害者を出さないためにもということで川上君がいろいろと動いてくれて、そして川上君以外の被害者もどんどんですね動いてくれて、もちろんねイギリスの BBC も放送してっていうのはあります。だから僕一人がやったというつもりはもちろんありません。 NHK 党の仲間やもちろんね浜田聡参議院議員や今頑張ってくれる斉藤参議院議員、それ以外にボランティアの方、職員の方、本当にいろんな人が固まってですね、実はジャニーズ事務所をぶっ壊したのは NHK 党の功績なんですよ。だからそれに対していろいろとガーシーが今責められてるんです。この順番間違えないでくださいね。
とにかくジャニー喜多川は20代の頃からジャニーズ事務所を作る前から80過ぎまで男の子たちを、子供たちですよ、もうむちゃくちゃしてきたっていうことです。それを周りの今の社長、ジャニーズの今のね、ジャニー喜多川のまあ姪っ子になりますよね、お姉さんの娘、お姉さんもそれを隠してた。このジャニーズの問題っていうのは国連にまで波及しててですね、本当にこれをテレビ局もずっと見て見ぬふりをしてたわけですね。昨日の調査委員会ではテレビ局はジャニー喜多川がそういう性犯罪をしているのを知っていながら、テレビ局の視聴率が取れるタレントが取れなくなるとか、そういうことを理由に報道しなかった。それはとんでもないことだと言ってます。 NHK もテレビ朝日もそうです、まあ民放全部そうですけど、そういう問題が明らかになったんです。これをやってるのは NHK から国民を守る党です。私立花が中心となってやってます。今木原誠二さんね、次の選挙10月10日だったかな、また衆議院選挙があります、長崎の方で行われるんですが、この木原誠二さんの問題も今全部隠してますよ、このテレビ局っていうところが。だからテレビがやらない時に国政政党が、今見てもらったようにこれ政権放送なんですよ。千葉県政権放送でこんなのできるんですよ。政治家女子48党の政権放送です。この政権放送は政治家女子48党が自ら制作して提出したものをそのまま放送します。こうやって我々が作ったものが、 NHK から国民を守る党が作ったものがそのまま NHK に放送することができるんですね。これが国政政党のメリットなんです。次のね、10月に行われる衆議院選挙ではこの木原誠二さんのことについてバシバシやろうと思ってます。隠してるから。僕ね、木原誠二さんさすがに出てきて説明するべきでしょう。週刊誌でここまで言われてるんだから。参政党についても今日は短くやっておきますが、神谷総平君が結局は松田さんの代表を辞任させて完全独裁で今代表になると会見で言ってました。まあこの参政党についてもガーシーめちゃめちゃ叩いてたでしょ。この参政党を叩いたのは YouTube とかがなくなってからなんで、ちょっと皆さん記憶にないかもしれませんが、少なくとも木原誠二さんはガーシー思いっきり叩いてましたよね。木原誠二さんを叩き出したぐらいに YouTube がバンになったんですけどね。これこの人たちをぶっ壊したのは全部 NHK 党なんですよ。特にガーシーが頑張ってくれました。僕はその裏側で一生懸命プロデュースしてるわけですよね。おかしいんですって、とにかくこの国の今の状態って。 NHK もテレビ朝日も明らかにおかしいでしょ。なんで今ここであえてテレビ朝日って出したかっていうと、テレビ朝日の報道ステーション出ましたね、生放送 で途中で追い出されましたよね。僕はっきり言いましたよね。テレビは国民を洗脳する装置だ。テレビは核兵器に勝る武器だ。テレビは真実を国民に伝えない。そういうことを言うと追い出されたわけですね。お前ね、それが国防に関することかみたいなこと言われたわけですね。でも国民を騙してね、で選挙に行かせて、でその僕のようなまともなことを言ってる人間をテレビ局は僕は悪い人間だとやるわけでしょ。ジャニーズもそうだし木原誠二もそうなんですよ。それを今 YouTube っていうネタがあるからやってるわけですね。テレビ朝日は去年6月に僕追い出されました。それに関して裁判しています。なかなか勝てないと思いますが、勝ったらすごいですけど、僕はね、勝てなかったとしてもぜひ皆さんこれ最高裁まで行きますので、ぜひ注目してください。僕は本当のことを言ってるだけなんですよ。でもテレビ局は本当のことを言われたら困るから追い出すんですよね。だそこと戦ってるのが我々 NHK 党、 NHK から国民を守る党です。これからは YouTube で情報を得て、正しい情報を得てください。ガーシーは悪者じゃないですって。ガーシーは世の中を透明にしてるだけでしょ。テレビ局が言わない、権力者が言わないことをガーシーは言ったんですよ。もちろんガーシーが100点満点の人間とかじゃないですよ。当選して参議院議員になったんですよ。でもガーシーにいろいろと不当な圧力がかかって、今月19日かな、第1回目のガーシーの刑事裁判が行われますけども、ガーシーがねこう追及してきたものって全部今になったらまともだって分かる人そっと増えてきたでしょ。相当数ジャニーズをぶっ壊したのは実は NHK 党であり、一番功績があるのはガーシーということで、今後次の10月の NHK の政権放送ではこの木原誠二というですね人物に対して、もういい加減にしろよと、殺人事件が起こってるんだから説明しろよと、
文春がどんどんどんやっていってるわけでしょ。だからそこについて補欠選挙の時に NHK から国民を守る党は今候補者を出してですね、訴えていこうと思ってます。まあ、できればガーシーに立候補してもらうためにガーシーに打診をします。でもガーシーが立候補できなくてもですね、ガーシーを使った先ほどのような政見放送をですね出して国民の皆さんにテレビを使って真実を伝えていこうと思っておりますので、こうご期待ください。ということで以上で終わります。 NHK のぶっ壊